皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。大きな画面にしてお読みください。どっか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画の続きを見ることができませんので、ここで切ってください。それではいきましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和3年1月21日木曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。千葉県松戸市は今日は晴れてますね。朝から晴れてるんですけど、朝は寒かったですね。朝はマイナス2度でしたね。今は多分7度ぐらいかな。寒いですね。寒いです。早く夏、暖かくならないかなと思ってるんですけど、まだ1月ですもんね。2月も寒いですからね。3月も寒いですからね。4月にならないとね、暖かくならないですからね。今年は4月のお花見も、桜のお花見もまた行っちゃいけないんですかね。行っちゃいけなさそうですね。わかんないですけどね。お花見2年連続で行けないって結構辛いですね。お花見文化忘れちゃいそうですね。それでね、今日はね、すごく眠いんですが、なぜかというと、昨夜ですね、夜中、トランプさんのね、退任式とバイデンさんの就任式、ずっと見てました。まあ、トランプさんはね、まあ、30分ぐらいで終わっちゃったんだけどね、バイデンさんはまあ、3時間ぐらいやってましたからね、レディー・ガガが出てきたりね、しましたからね。ずっと見てて、ドル円のね、動向と、ドル円の動向と一緒に見てました。まあ、世界のね、金融経済っていうのは、政治に影響されますからね。はい。政治の頂点は、大統領の交代ですからね。まあ、日本だったら、総理大臣の交代選挙ですからね。まあ、ここでどうなるか、ですね。まあ、バイデンさんの選挙、アメリカ大統領の選挙の時も大荒れしましたけどね。で、今日の就任式も、まあ、大荒れするかなと思ったんですけど、案の定、まあ、トランプ元大統領が、退任式を終えた瞬間に暴落しましたね。暴落しました。はい。で、バイデンさんが、就任式をやってる時は、まあ、横横でしたね。横横でしたね。で、先ほどからまた落ちてきてます。はい。まあ、そのドル円のことについて見ていきましょう。あと仮想通貨と FX のやり方ですね。これが MT4 なんですけども、これ一般紙だからよくわかんないね。まあ、日足はこんな感じ。まあ、月足はこんな感じでね。よく、皆さんよく見ただけでしょ。これね、ドル円ですよ。もう先っちょ。大暴落中ですね。これ100円まで行きそうな感じですね。これ週足ですね。まあ、ちょっと上がったかなと思ったんだけど、やっぱり下がってきてますね。で、日足ですね。下がってきてますね。はい。まあ、上げるときはね、こんな感じで上げるんで、まあ、これもこんな感じで上げて、75移動平均線ですね。日足で。日足で75移動平均線に、タッチしたら下がるんですね。で、また上がって75移動平均線に接触して下がると。で、また上がってですね、75移動平均線に接触したら下がると。まあ、このずっとこうですね。もうずっとこの半年以上はずっとこれでやってますね。 100% です。 100% 買ってます。FX の
負け方を忘れちゃった、忘れましたね。どうやって負けるのか覚えてないですね、もうね。これ4時間足ですね。で、これが1時間足で、30分足ですね。この辺だったかな。トランプ大統領が就任式やりようって上がってきたんだよね、これね。そして、どこだったっけな。ちょっと待ってくださいね。1時間足、この辺だ、いや、この辺ですね、やっぱりね。これ1時間足ですが、就任式やりようって上がってきたんですね。そして、まあ、トランプさんが、アフリカの、まあ、バイデンさんの就任式出ないでね、自分の、まあ、別荘に、ジェット機で行くというで、もう中入ったらドーンって下がって、でさらにまたドーンって下がったと。でちょっとプルバックして、でこの辺でバイデンさんのですね、就任式が始まったんだけど、まあ下がったり上がったりしてましたね。で朝方、ちょっと今日ね、朝方上がりましたね。あのこれ中根ですね、朝の中根で上がったんだけど、まあ結局、まあ、持ちこたえられないでバーって下がってると。今はもう暴落中ですね。今ね、30分15分5分1分ですね、5分、まあちょっと、これ朝の中根ですね。で落ちて、横で、まあ、上行くのかなと思ったけど持ちこたえられなくて下がったと。でワンバウンしてまた下がるかなって感じですね。はい。ほんで、僕の金額はいくらになったかというと、今1299、まあ、1300万円ですね、利益がね。はい。今回のポジション、まあ230万通貨、230万ロットだから2300万通貨ですね。今のところは、まあ、60ピップス取ってて1300万円の利益、まあ、今月はその他に1200万の利益取ってますから、1200万足す今月ですよ。今月のいつ取ったかな、これ1月4日ぐらい取ったかな、5日ぐらいかな、取ったのかな。あとは今1300万持ってますから利益がね、あ、今月2500万ですね。はい。まあ、あの口座にはもう1億円あるんですね、これね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億ですね。これを足して1億になってますから、1億とこれ足すと1億1300万ですね。1億1300万ぐらい。今、これ、そうですね。1億1300万ぐらいですね。380万ぐらいですね。はい、なりました。まあ、全然ね、1億あるのに、1億円の、資金があるのになんで、1300万しか利益上げられてないのっていうのはあるけどね。うん。まあ、もうちょっとね、3000万ぐらい。2、3000万ぐらい。まあ、ただね、これは、今、103円。まだ60ピプスしか取ってないし、103円36なんですよね、今。これ100、102円00を最終目標としてるんで、まだ、落ち始めたばっかりなんですよ。だからまあ1300万ぐらいなんですよね、利益がね。まだ落ち始めたばっかりなんで、まだまだ落ちるかなと思ってまして、まあそれは分かってるんですよね。まあ前回の、そうですね、これ日足ですけど、まあ前回、まあこれ、落ちてますよね。で、前回の底値よりも落ちますよ、これね。もちろん落ちますよね、こうやってね。で、これが、前回の底値が102円59ですから、まあ、102円00ぐらいかなと思ってます。まあ、ただ、間近になってきたらね、微調整していきますんで、102円59で00だから59ピプスもね、プラスで落ちるのかって話もあるから、まあ、微調整してね、ほんで、ピヨンって上がっちゃいますから、102円、まあ、例えば30、
とかね、微調整していきます。直前になったらね、動き分かってくるんでね、直前になるとね。今は分かんないですけど、はい、今ちょっとプルバックしてますけど、まあ大した、まあ、大したプルバックじゃないですね、これね。こっからここでも6ピプスですもんね、たったのね。6ピプスのプルバックだからね、大したことないですよね。はい、まあ今だから1240万になりましたね。さっき1300万ぐらいでしたけど、60万ぐらい減りましたけど、まあ60万ぐらい大したことないかなっていう感じですね。はい、まあ一瞬でね、60万減ったり増えたりしますしね。まあ一晩にして1000万増えたりもしますからね、 FX っていうのはね。まあ本当に興味深いっていうかね、まあお金を欲しい人、お金稼ぎたい人は FX やった方がいいんじゃないですかね。なんか事業やるとかね、新規ビジネスモデルを立ち上げるとかっていうのは難しいですから、このコロナ禍の時代にね、先行きが見えない中で、そのビジネスって本当に儲かるのとか、そのラーメン屋さんって本当に万人がね、食べに来てくれるのっていう、市場調査なんかをするまでもなく、FX っていうのはそういうこと必要ないですからね。はい、全く直接お金扱ってますからね。お客さんの心理を扱ってるわけじゃないですから、非常に非常にね、いいかなと思います。はい、次にですね、仮想通貨ですね。全体的に暴落してます。ちょっと待ってね、その前に、ヤフーですね、ヤフーのファイナンスですね、見たいと思いますが、あ、そういえば今日はね、爆笑問題の田中が、脳梗塞ですかね、くも膜出血ですかね、まあ、脳梗塞で倒れて、救急車で搬送されたということでね、びっくりしましたけど、まあ、容体安定してるんで、まあ、手術をすることもなく、1ヶ月くらい様子見ますということでしたからね、本当に良かったなと思います。まあ、56歳でね、僕50歳ですから、6歳上なんですよね。はい、今日の日経は、爆上げですね、233円60銭の、まあ、爆上げ、上げで終わってますね。はい、まあ株が上がればね、為替は下がりますからね、当然ね。はい、日経ですね、上げてますね。ニューヨークダウンも、まあ、上がるんじゃないですかね、ご祝儀相場でね。はい、外国為替、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あ、黒田総裁の発言がありますね、3時半にね、今日はね。うん、3時半にあるんで、ちょっと上がってるんですよ、これね。ちょっと上がって、発言が終わると、ドーって大暴落しますから、はい、気をつけてくださいね。本当に黒田さんはね、一応黒田さんが発言するときは、上げて上げて下げると。上げて上げて大暴落と。なんかありましたね、上げて上げて下げるっていうのはね。はい、でまあドル、そうですね、まあどっちかというと円が強いって感じですかね。円、いやそんなことないね、ポンドが強いですね。ポンドが強い、え、ちょっと待って、これ5分足か、じゃあ分かんないですね、1時間足、円が強いって感じですかね。ドルはどうなったんですかね。ドルは弱いですね。確かにね。円が強くてドルが弱いと。そうですね。バイデンさんに変わったのでね。まあ、トランプさんみたく、景気、まあ、株価重視ってわけじゃないですからね。バイデンさんはね。経済よりも政治ですからね。はい。政治を優先しますからね。トランプさんは、政治よりも経済を優先したんですよね。ちょっとお待ちください。はい、すいません。すいません。あたふたしてるうちにもう3時6分になっちゃいましたね。
日銀の黒田さんの発言がスタートしてました。はい、それとですね、仮想通貨いってみましょうか。仮想通貨は、まあ、ビットコインからまず 見るんですけども、ちょっと厳しい状態ですね。はい、ちょっと分かんないですね、これはどっちに吹き飛ぶのか分かんないですね。下行くのか上行くのか、まあ、もう三角持ちでペナントフラッグになってますね。まあただ下、まあ下下が なんとなくこうって、まあ、地固めしてるって感じしますね。なんか上行くような気がしますね。上行くような気しますね、これね。まだね、上行く感じしますね。上でしょうね。まあ、ドル円だったらこれ上ですね。ドル円だったら上です。うん、下じゃないですね。下じゃないですね。上ですね。はい。ビットコイン上ですね。うん、ちょっとね、下行くかなって一瞬思いましたけど、下地固めしてますね。強いね。ほんと3年前のこの250万の高さが、ほんとに低く見えますもんね。びっくりですね。ほんとにびっくりですね。まさかこんな時代になると思いませんでしたね。で、これコインマーケットキャップなんですけれども、時価総額は8兆円抜けてますね。102兆円になっちゃってますから、ちょっと様子見た方がいいかもね。まあ、ビットコイン358万8千ということでね。まあ、一旦下がってバキュンと行くような気もします。はい、イーサリアム13万5千、すごいね。これも20万円はいきそうですね。まあ、リップルも30円74、強いですね、まだね。カルダネータ上がりましたね。時価総額6位。37円73ですね。なんか上行きそうですね、まだまだね。まだ行きそうな雰囲気ですね。で、V チェーンが3円42でね。まあ、期待持ってもいいんじゃないですかねっていう感じですね。はい、はい。いいと思います。はい、まだ行くんじゃないかな、これ。仮想通貨まだ行くんじゃないかな。はい。あと、FX のやり方ですね。ちょっと待ってください。あ、ごめんごめん。Yahoo のニュースでなんか出てないかなと思いましたね。まあ、コロナがね、全然終わんないですね。コロナが全然終わんないです。まあ、ワクチンをね、打ったとしても、まあ、今日の報道だと5月ぐらいから、打ち始められるんじゃないかって話で、あ、2月じゃなかったのっていう、2月じゃなかったのって思いましたけど、今日アメリカのファイザーと契約したとかね、え、契約してなかったのって、去年したとか言ってたのに、してなかったみたいですね。で、まあ、5月ぐらいからね、日本でもワクチン接種が始まるって話なんですけど、5月か、まだ1月だよなって、あと4ヶ月もあんのって感じでしたけどね。2月ぐらいからあれかな、医療関係者からスタートなのかな。まあ、それであと、まあ、飲食店とかね、ディズニーランドとか、やっぱり仕事をクビになっちゃう人が多いと。は？システムエラー。仕事がね、クビになっちゃって、追い出されちゃう人が多いってことですね。まずいよね、こういうのね。家なき子になっちゃいますもんね。まあ、リーマンショック再来かって感じになっちゃいますからね。なかなか、じゃあ、まあ、僕なんていうのね、恥も何もないですから、すぐに、お金もらっちゃいますけどね。ただ、まあ、恥はかけられないっていうね、プライドが高い人もいるからね、
そうすると生活保護なんかも申請できないよなんてね、言う人もいるだろうから、そういう人はじゃあ野宿するのかってなっちゃいますもんね。冬は特に寒いですからね、外ね。なかなか難しいですね。はい。あと FX のやり方なんですけれども、FX、今ね、ちょっと今5分足ですけど、これ、黒田総裁が発言してるんで、上がってきましたね。はい。で、まあ、利益も1100万になりました。さっき1300万ぐらいあったんで、150万ぐらい減りましたね。またね、落ちてくるんで、別にどうでもいいんですけどね。はい。とてもいいですけど。まあ、上がんないと下がんないしね。下がんないと上がんないからね。はい。いいと思います。まあ、黒田総裁が発言が終わったら、まあ、下がってくるかなと思いますが、まあ、もうそろそろね、ロンドン市場が入ってくるので、まあ、ロンドン中値っていうことでね、上がったりもしますから、まあ、様子見ながら全体的な基調としては、まあ、どんどん下がっていって、でまあ、今日上に102円台に入っていけばいいなと思ってます、まあ、あの入浴時間になるとどうせ下がるんで ね、あのだからあの入浴時間になると多分102円台今日は入っていくと思うんですよね。バイデンさんに交代したからね。まあいいか、よかったなと思ってます。で、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、通貨ペアによってあのやり方は違うと思いますけど、 FX ね、あの絶対 100% 勝てる攻略法ってあるんですよね。まあ全ての通貨ペアに対してね、あるんです。あのでそれをその攻略法って、まあ、こうやってやるんだよっていうね、まあ、裏テクみたいなもんですよね。まあドンキーコングとかさ、まあ、古いですね。ね、ゲームセンターのドンキーコングとか裏テクありましたよね。あとはあのまあ例えばね、一番右まで歩いて、で最初の一番最初のねはしごを登って、でちょっとあの半歩だけ右に行って、そのままジャンプ右に落ちるようにジャンプすると、あの上まで行かなくても次の面に行っちゃうっていうね、あのワープすることができるっていう、そういう裏テクってあったじゃないですか、ゲームって。うん、うん、あとまあ、ドラゴンクエストとかもね、まあ、裏テクっていうか、まあ、村のみんなにね、いろいろ聞いて回って、で、鍵はここにあるよ、ここにがあるよってね、ゼルダの伝説みたいにね、そういうんじゃなくて、まあ、裏テクっていうか、まあ、ここに、鍵はここにあるよとかね、まあ、そういう情報が載ってる本って出回ったじゃないですか。ね、うん、まあいわゆる大学受験の時の赤本みたいなもんでさ、答えが書いてあるね、教科書の問題の答えが書いてある赤本みたいなやつがあって、それを見ながらやればゲームとっとと攻略できるじゃないですか。まあ、何のためにゲームやってるのかよくわかんないけどね、途中が楽しいのに攻略本を見ながらやるととっとと終わっちゃうってやつですけどね。何のためにゲームやってんのって話なんですけれども、FX については攻略本はあった方がいいよね。だってこんなの、あ、まあ遊びでやってる人も多いと思いますけどね。あの FX、ああ負けちゃった、お金損しちゃったとか言いながら、あ、今回は勝った、やった、負けたとか言ってね。どうせ遊びでやってんだからいいんだよみたいな感じの人もいると思いますよ。競馬とかね、競輪とかパチンコとかね。まあそれとは別に、まあ、いや、生活のためにやってんだよと。ね、パチンコもね、パチプロみたいなのがいてね。で、FX も、もうお金を稼いで食っていきたいから、仕事ないからね。うん、だから負けちゃ困るんだよっていう人もいると思うんですよ、FX って。もうね。そのスリル感を味わうためじゃなくて、いや、こっちはちゃんとね、毎日、生活、1万でも2万でも勝ちたいんだと。ね、それだったら、100発100中の攻略法がありますから、それを見てね、やればいいんじゃないかなと思います。で、僕は、まあ、ドル円については、その攻略法を見て、
今度は何円何十銭から、ショートですよと、ショート入れてくださいねとね。で資金管理は自分の、入金金額に基づいて資金管理してくださいと。そんなの別に計算出てきますよね、簡単にね、何ポジ入れればいいかね。そして、決済は、何円何十銭ですよと、そういうのがさ毎回こう出てきてるから、その情報をもとにこうって自動決済するようにして、そこで今度土填すればいい話だよね、逆にね。そこで決済して今度逆に行きますよと、今度ロングですよとね。だからそういう情報があるんだよね、世の中にね、世の中に出回ってるんですよねだその情報をまあ入手してですね、やれば百発百中ですからね、お金儲けっていうか生活できますよね。僕もこの情報に基づいて、まあ半年間でこれね、500万円を1億にしたしね、まあこれも2週間ぐらいか。で、まあ1100万ですね。で今月その他に1200万稼いでますからね、これね。これでこれですからね、今月ね。まだ今日は21日ですけどね、1月21日だけどね。これと、これ稼いでますからね、今月ね。はい。まあ、ということでですね、僕は、まあ、いろんな人にと思いますけど、FX って、ただからできるからね、これね、FX って。まあ、僕は海外口座の XM 使ってますけどね、おいしょうがないからね。あと、レバレッジ多少高くできますからね。そんな高くは使ってますな、せんよ。50倍ぐらいしか使ってないですよ。50倍から20倍ぐらいしか使ってないですけど、XM だったら最初3000のポイントがもらえますからね。こっからスタートして十分だと思いますし、まあ、あとは、その後僕は1万円から毎回スタートしたりもしてます。はい。1万円から最大65万円になりました。まあ、平均すると20万ぐらいかな。だから20倍ぐらいになりますね、いつもね。だから、で毎月になってますから、まあ、食べていけないことはないですね、XM でね。はい。スマホ1台あればいいですからね。スマホなければ、まあ、ネットカフェで、まあ、パソコンちょっと借りてやるかですね。決済されて。まあ、自動決済されてますから、で出金ってやれば銀行口座もタダで作れますからね。で、下ろせますから、まあそこで10万、20万。まあ最初は、まあ10万ぐらいかもしれないけど、で、そのうちは溜まってきますからね。1ヶ月、2ヶ月経てば50万とかね、なってきますから。で、ちょっとポジション多く入れていけばね、1月100万ぐらいになりますから、まあ、生活立て直すには十分なね、お金が毎月入ってきます。で、別にね、なんか飲食にもこだわらないよと。ね、このコロナ禍でね、飲食店がいつ再開できるか分かんないし、なんかメーカー希望とかね、スチュアデス希望とか、まあ、いろんな業種業態あるけれども、もうこだわらないんだったら、まあ、FX っていうのは一番いいかもしれないね。コロナ禍の中で家にいながら、大儲けできますからね。全く外出ないですからね。はい、で食べ物は、近くの食品スーパーに一人で買いに行ってもいいし、Amazon パントリーでね、届けてもらってもいいしね、生鮮食品も届けてもらいますからね。はい、あと、出前館とかね、いろいろありますからね。Uber Eats とかね。全く外出なくても大丈夫ですし、まあ、外出るんだったら、まあ、車で出てね、ドライブスルーでマクドナルド買うとか、あとは厳重装備で、食品スーパー行くとかね、そうですね、そうやって、まあ、気晴らしに、外ドライブ行くというのができますからね。で、まあ、一番危険なね、満員電車とかそういうのは乗んなくていいですからね。FX は本当に、まあ、コロナ禍では、一番いい職業かなと、お金儲け、お金を稼ぐためのね、一番いい職業かなと思いますし、少ないお金、まあ、1万円からで十分ですしね、最初に3000円入ってますから、そこからでも1億円でも5億円でもなりますからね、
まあ、それでも十分だと思います。なのでまあ下手にさ、なんかいろんなね、移動平均線とかボリンチャーバンドとかね、一目均衡表とか勉強したり、いろんなトレンドラインとかオシレーターとかね、あとはダウ理論とか勉強するよりもですね、世の中に転がっ、世の中に正規のルートで転がっ、提供されている攻略法ですね。次のターンは何円何十銭でロング、何円何十銭で決済、そしてショートとかね、そういう正規の情報を使えば、僕はもうどんなね人、お金持ちでも最も貧しい人でもね、FX では対等にお金を得ることができるので、まあ、ぜひね一度ね、耳を傾けてみてもいいんじゃないかなと僕は思ってます。それでは今回はねこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。